せーの、プシュ。はい、どうもー、チアノミズニオス、ベルです。トマです。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい、今回はね、約2年ぐらい前にあげた水の危険性についての動画、覚えてます？懐かしいですね。覚えてますよ。で、あの水の危険性の動画のリメイクなんですけど、で、あの時はまだもう底辺中の底辺だったんですけど、まあ今でも底辺だけどねまあ、そうそう、全然多分見てない人の方が多いと思います。内容はね、すごいコメントはいいこと言っていただいてたんですけどね。そうそう。で、あの動画プラス新しい水に関するね、情報が入ったので、ぜひね、皆さんにね、伝えたいと思って今回ね、動画を作りました。ぜひね、最後までご覧ください。はい、行きましょう。ちなみに、あの2年前に上げた動画の方は今日のね、12時を回ったら消しちゃうんで、まあ、見たい方は早めにご覧ください。嬉しいです。まず単刀直入に、皆さん水って結構普段から飲みますか？飲む？水は飲んだ方がいいって昔から言われてたんで、結構まめに水分補給してますね。確か2年前こいつ、あのファミリーマートの2リットルのペットボトルに使い回しで水入れてずっと飲んでたよ、ね、だから買うのがもったいなくて水道水入れていつも飲んでた貧乏まあね、若者の中には水道水がまずいから飲めないっていう人もいるし、味がないから単純に嫌いって言ってる人も結構多いんですよね。で、これ結論から言いますと、水は体にめちゃくちゃいいので、ぜひ飲んでください。あ、もう今回の動画終わりですか？そうですなわけねえだろって、まあ、2年前やってたんですよね、こんなことをね。リメイクですよ、完全に、はい、で、この水なんですけど、体にはいいんですけど、飲む種類によって違いがあるっていうことです。人間の体というのはたくさんの水分が含まれていて、成人男性で約 60%、 赤ちゃんはなんと約 80% が水分で構成されています。だから水分を取ることはかなり大事だということです。水を飲むことによって何がいいのか、10個ほどメリットを紹介します。1、基礎代謝が上がる。2、体温が上がる。3、食欲の抑制。4、美白になる。5、ニキビや吹き出物の抑制につながる。6、乾燥肌、シミなどの改善。7、むくみの解消。8、リンパの流れが良くなる。9、老廃物のデトックス。10、血液がサラサになる。まあ、こんなにもね、メリットがあるんですよ。下手したらそこら辺のサプリメントなんかよりめちゃくちゃ体にいいからね。これだけいいこと言われてたら水飲むしかないですよね。そうですよね。特に君なんか太ってるから食欲の癖になるんで、ぜひ飲んでください。殺すぞでは、水が体にいいことはこれで分かったと思うんですけど、皆さん、水道水とミネラルウォーターどっちを飲みますか？実はこれ勘違いされがちなんですけど、水道水の方が清潔で安全なんですよね。なぜかと言いますと、日本は世界と比べても水資源に恵まれており、水質基準というのがめちゃくちゃ厳しいです。厚生労働省が定めた水質基準項目と基準値がなんと51項目もあります。さらに水道管理目標設定項目と目標値が27項目もあり、足したらかなりの項目数になります。その上で浄水器も使用する人が多いので、日本は本当に水に対してうるさい国です。では逆にミネラルウォーターはどうか。なんと18項目しかありません。しかも国産のミネラルウォーターの場合、水質、水源、採取日時などの品質管理の明確な基準や規制がないのです。僕、家にウォーターサーバーあるんですけど、はい、ウォーターサーバーはどうなんですか？ウォーターサーバーは、あれはちなみに25項目らしい。微妙。だからミネラルウォーターよりはマシって感じですね。なるほど。さらにミネラルウォーターは食品衛生法で清涼飲料水と分類されているので、ジャンル分けも甘々です。なぜならばお茶やコーヒーとかも清涼飲料水だからです。これくらい基準が緩いと、例えば発がん性物質であるヒ素の割合が全然違ってきます。水道水1リットルあたりの場合、ヒ素の基準値が 0.001mg に対して、ミネラルウォーターが 0.05mg 以下、約5倍以上入ってるということになります。はい、これ知らなかった人多いんじゃないでしょうか。かなり恐ろしい真実ですよね。
さらに1995年にさまざまなメーカーのミネラルウォーターからプラスチックの破片が見つかったというニュースがあります。また1990年にペリエ社のミネラルウォーターからベンゼンが検出されて製品回収に至った事例などもあります。他にも1989年にある大学がミネラルウォーター30銘柄を測定したところ、国産13銘柄、輸入2銘柄から発がん性物質トリハロメタンが検出されているのです。皆さん冷静になって考えてみてください。国産のミネラルウォーターっていうのはいつ採取したのかもわからないじゃないですか。安全性もわからないようなミネラルウォーターに皆さんはお金を払って買ってるっていうことです。そもそも日本っていうのは島国ですし、水に恵まれてんのに、なぜお金をかけてペットボトルの水を買うのでしょうか。今から約40年前の日本では水はお金を出して買うものではないという考え方が一般的でした。ところが1983年、ハウス食品から六甲の美味しい水が発売され、これが今の水ブームの先駆けになったと言われています。わかりますか？企業のマーケティングに見事にやられているということです。この世のほとんどの商品はビジネスとつながっています。気づけば40年でミネラルウォーターの方が美味しい、安全だとまで洗脳されているのです。そして現在のミネラルウォーターの市場規模は右肩上がりです。なんと自動販売機で約 25% もの人が水を買っているというデータも出ています。はい、こちらねミネラルウォーターの市場規模のグラフなんですけど、水の存在っていうのは2011年の大震災から大事になってって、今すごい右肩上がりなんですよね。そしてこれから先も大災害がやってくるって言われてるじゃないですか。だからどん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 水を買う人が増えてるんですよね。需要が高まりますね。そうです。そしてもう一度冷静に考えてみてください。ペットボトルの水って、まあ、500ミリってだいたいコンビニで100円で売ってるじゃないですか。それに対してガソリンあるじゃないですか。あれってリッター130から140円ぐらいじゃないですか。最近はもっと上がってるんですけど、これ冷静に考えたら水の方が全然高いんですよね。これびっくりですよね。そう。でもおかしいのが、車乗ってガソスタ行ってガソリン入れたら、まあ、ガソリン高えって思うじゃないですか。でもコンビニ行って500ミリの水買っても高えと思わないじゃないですか。むしろ安いですよ。そう、それが洗脳なんですよね。本当にマーケティングってマジで怖いです。これは人間の行動心理学をうまくついた企業のやり方なんですよね。とにかくこれでミネラルウォーターの闇は十分分かったと思います。なので僕もね2年ぐらい前から水道水をめちゃくちゃ飲むようにしてたんですけど、ここで残念なお知らせです。2018年12月に改正水道法が成立し、2019年10月消費税 10% に引き上げられたと同時に水道民営化が始まりました。水道民営化が施行されることになった理由は、日本国内の水道管の老朽化が原因なのです。民営化されたことにより、これまでの水道事業を運営していた自治体が公共施設などを所有したまま運営権を民間事業に売却し、運営リスクを回避しているということです。そうなると各自治体によって運営の仕方が変わり、水道料金の差や水質の差が大きく変わってくる可能性が出てきます。これはね、郵政民営化の時と同じようにかなりこれはね問題に上がってたんですよね。覚えてます？ニュースになってたの。覚えてますよ、もちろん。これ水道の民営化は、まあ、先ほど言ったリスクもあって世界を比べたら結構民営化してる国あるんですよ。でもあの天下のイギリスとかが民営化で大失敗してるんですよね。日本が入ったらこれマジでダメだと思う。僕は反対の方に1票です。もともとで良かったのにね。そしてね、これらの改革を主導していたのがあの竹中平蔵議員なんですよね。竹中平蔵といえばスパイじゃないですか。そしてその裏にはあの麻生ピーロがいますからね。自分で言うやつあの麻生さんの娘綾子がいるんですけど、その綾子と結婚したのがロスチャイルド傘下の水道の会社のロスチャイルド家 CEO の人ですからね。これマジエグいよね。本当にそこで繋がってたんですね。要は日本の水道を売却してたんですよ。だから皆さん、これもう
何がこれから水に混ざられるか分かんないです。ほんで正直ね、今回この動画を出したんですけど、ぶっちゃけミネラルウォーターとその水道水どっちがいいかってもう今はっきりとね言えないんですよね。そしてなんと昨年の2020年4月、コロナ禍ですね、水道水の農薬類基準が大幅に緩和されたっていうニュースがあります。いや、コロナ禍で密かに水質基準が下がってたんですよ。これは本当にやべえですよ。都合良かったんでしょうね、コロナ禍は。はい、まあ動画ねここまでとなるんですけど、まあ、この動画をね見たらじゃあ何を飲めばいいんだって思うじゃないですか。もう水なんて飲めないじゃないかっていう人もいると思うんですけど、だから僕がね最後におすすめする水の飲み方をね紹介したいと思います。まずはですね、ミネラルウォーターよりも水道水の方が大事です。水道水を飲んでください。で、まあ、理由はですね、まあ、いくらその基準は下がったといえ全51項目もともとあったわけだから、ミネラルウォーターよりはめちゃくちゃ高いはずなんですよね。で、それをただ飲むのではなく、もちろん浄水器もつけた上でそれをさらに煮沸してください。煮沸、そう、煮沸することによってカルキ抜きっていうのができるんですよね。そしたら発がん性物質が蒸発されるらしいんですよね。なるほど。だから煮沸してさらにそれを冷やしてから水としてね飲むっていうのが一つの方法。あとはもう山のね湧き水を直接飲むしかないです。それも関さんが言ってた脱東京につながるかもしれませんね。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。ちなみに麻生さんは吉田茂の孫だよね。